ええ、だから要はさ、遊ばれちゃったってことでしょだよねー。えね、さとみちゃんってさ、絶対面食いでしょ顔で男選ぶから失敗するんだよ。え、そんなことない本当にいやいや、それ知らないよ。今日こんなの宮で知り合ったばっかでさ、過去の男とか知らないけど、絶対面食いだと思う。え、でもその、その遊ばれたパーソナルジムの人、その人は絶対イケメンでしょ あ、そんなことないのえ、写真見して見して。ああ確かにイケメンって感じではないわな。え、でも、超優しそう。結局優しい男がモテるからね。あ、オラオラ系なんだ。えー、ま、あでもオラオラ系だとしても、体鍛えてるわけでしょパーソナルジムで。結局さ、 スラッとしてさ、身長も高いじゃん。そりゃモテるわそりゃ遊ばれるわあ、ちっちゃいんだ。身長、え、何センチ ?160?160? ぴったし引かないのへえ。ー、え、でもそれで身長高く見えるってことは相当スタイルいいからね。そゃオラオラ系だったり、顔がそこそこだったとしても、そゃモテるわスタイル良けそりゃモテるわさとみちゃんさとみちゃんって あ、ありがとうございます。え、このホタルイカでっかくないえ、これ絶対富山さんだ。富山のホタルイカって超大きいから。あ、すいません、すいませんこのホタルイカってどこさんですか鳥取ありがとうございます。まあ、富山のホタルイカって鳥取までこう流れていくからね。ぐるっと。うん、潮の流れとかで。でも、私、さとみちゃんと喋ってて分かったけど、さとみちゃんって、 押しに弱いでしょだから遊ばれるんじゃないえ、そんなことないえ、じゃあその、さあお酒に酔っ払って、その一晩の関係みたいなのは、あ、ないんだ。あ、そういうのも絶対しないようにしてんの。へぇー。あ、今回の人だけ、もう、初めて。へぇー。だから見抜けなかったんだよね。逆にね。うーん。結局、さとみちゃんは、 真面目すぎんだよ。もっと楽に生きた方がいいんじゃない真面目じゃない本当え、でも部屋とかめっちゃ綺麗にしてるでしょ。あ、汚いんだ。自炊するでしょ。もう料理とか超こだわってそう。あの、の全部コンビニ飯。えぇ。 でも酒に酔っ払って記憶なくしたりとかもうそういうのは絶対しないでしょ。あ、しょっちゅうあんだ。あ、じゃあ私と一緒だ。やっぱ仲良くなれそう <music> え、今日楽しかったね。また何でも相談してね。え、てか家どこなのえ、目黒とか三茶に住んでそう。あ、田町なんだ。さよなら。